平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。この呪われた世界に本当の平和など存在しない。痛みを感じろ。痛みを考える。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。世界に痛みを。もう一度君のいる世界を作ろう。